日本鹿児島県薩摩仙台市高城町高城町は、鹿児島県薩摩仙台市の町。旧薩摩国高城郡高城号六村、高城郡高城村をあざろく、薩摩郡高城町をあざろく、川内市高城町。郵便番号は895-0211。人口は1980人。世帯数は934世帯。薩摩仙台市の西部。 高城川下流域に位置し、南流する高城川によって形成された、中石平野は、京セラ川内工場や宅地となっている。麻生駅の北方は、白上町、南方は五両下町、南方から西方にかけて上川内町、西方は洋勢町、東方は田海町、運動公園町、国分寺町に接している。中央部を南北に、鹿児島県道四十一号、 吉川川内線が通っており、地域の中央部に薩摩仙台市立高木小学校があり、南部には京セラ川内工場が所在している。高木という地名は当地に高い城があったことに由来している。麓という地名は江戸期より見え薩摩国高城郡高城座とのうちであった。江戸前期までは芋瀬城を中心に北方にあたる地域を上の村。 南方にあたる地域を下の村と称していた。その後、下の村はふもと村、上の村は白城,城村と称されるようになった。村高は、火蔵目録では574国余り、急行給料では1297国余りであった。村域内には、薩摩街道が通っており、豪志集落に接する街道筋に位置する、旅宿等によって、野町が形成された。 1889年に町村制が施行されたのに伴い、それまでの高城座との区域より高城村が設置され、江戸期の麓村は高城村の大技、麓と,となった。1960年には高城村が調整施行し、高城町となったのに伴い高城町の大技となった。1965年4月15日には高城町が 川内市に編入された。同日に、鹿児島県広報に掲載された、字の廃止及び、字の新設により同日付をもって、大技六が廃止され、大技六の区域をもって、川内市の町、高城町が設置された。1999年に、養成町あざ堀の内の一部を、高城町あざ四川川の一部に編入し、高城町あざ妹呼びの一部が、 陽生町、ざ堂の大口の一部となった。2000年8月1日には、高城町及び中郷町の一部より、運動公園町が設置された。2004年10月12日に、川内市、東郷町、入木町、下道院町、日脇町、下古敷村、上古敷村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。 この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において川内市の町、字については現行通りとすると協定されたため名称の変更は行われずに薩摩仙台市の町となった。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校の学区は以下の通りである。 ありがとうございます。